兄ちゃん、朝だぞ、こら。いい加減に起きないとダメだよ。もう。もう。そしてその日、僕は学校に行く前に学習塾跡へと向かった。でも、おはよう。おはよう。羽川にどのくらいまでの記憶が残っているのかを僕はまだ知らない。いつかは聞かなくてはならないことだが、それは今ではないだろう。おかえりなさい。ただいま。今度のデートは荒木くんがプランニングしなさい。放課後、僕は戦場ガールと羽川、それから待ってもらっていたカンバルを連れて再度学習塾跡へと向かった。昨日ここを訪れた際、オシノが野外に出ていたのは、あれは撤収作業の最中だったのだ。どうして気づかなかった？あのセリフそのものがどうしようもないくらいに、もう別れの挨拶じゃないか。あいつは僕が忍を探しに飛び出した時に触り猫をわざと見逃してここを後にしたのだ。まったく、あれだよ。そうね、あれだわ。お人よし。これからも僕は怪異に会うだろう。でも大丈夫だ、僕は知っている。この世に闇があり、そこに住む者がいること。明日はいよいよ文化祭だった。僕たちのクラスの出し物はお化け屋敷。